ルアレンジマッチプレー対決イエイ。皆さんこんにちは、ジュンです。これから2人には特別ルールで9ホールマッチプレー対決をしていただきます。パーが1ポイント、バーディーが2ポイント、イーグル5ポイント、アルバトロスホールインワン10ポイント9ホールの合計ポイントで勝敗を決めます。勝ったら5万円、負けたら0円。斉藤大選手と新宮穂波選手の対決でございます。よろしくお願いします。お願いします。ナイスバーディー。ボロ負けしてるから。そうだよ、だって今6ポイントと0ポイント6-0でしょ。バーディー取らないと点数が入んないくなってきましたね。まあ当たり前ですけど、書いてないけど230になる。本当？本当。さあ残り3つ。本当に3回だね。そんなもんか。そんなもんだ。バンカーは超えるよね。うわ、やっちゃった。これワンタッチボール。大丈夫、うん、大丈夫だな。だからこれでいけんだよ。押さえました。やべえかな、うん、って感じです。そうですね、今抑え気味だと思って。あ、なんか左行きそうって思って抑えました急に左行くよと思った体が反応した。そう、反応した。あの、まあ、もっとひどいことになるとか。7番アイアン何でしょう。ちょっとさ、振ったの届かないなと思って、うん、でかいかった振りすぎちゃったら出たね。全然振ってたわ。絶対ショートのバンカーはやるけど、もうちょっとでかいかな。振り返しの時に、うん、バーンって言って、そしたら、ショートに振り返ると、フロントルシュートが出せるわけ。フロントルシュートが嫌だよね。そう、分かんない。ドライバーとかすぐ分かんない。そうそうそう、なんか入ったのかな、ね、いや、ゴルフ談義してるからさ。なるほど。こういう時こうなっちゃうよねとか。ありがとうございます。
いいよ。ありがとうございます。戻ってきてるよ。うん、いいよ。まだ。あ、いいよ、いいよ。いいよ。OK 出ました。はい、ちょっとです。ありがとうございます。思ったより大きかったから。そうだね。ちょっと反応しづらかった。うん。うん、OK。うん、OK。この間クーリッシュさ食べたらめっちゃ美味しかった。クーリッシュ食べてないのしばらく。うん、そう。私も食べてなかったんだけど。どうですか？あれ美味しい。ハーゲンダッツがずらっと。あ、そうなの？めっちゃうまい。ハーゲンダッツジェラート。最終ホールなんですけども、はい、ここまでのポイントを確認します。かえちゃん1ポイントほのちゃん、6ポイントですね。で最後かえちゃんが勝つには5か6、あ、3、あ、でもダブルだから最終ホールはダブルになりますから、はい、イーグル取ればいいですね。イーグル取れば勝てますバーディーじゃ勝てないと。バーディーじゃ勝てない。4点じゃ勝てません。勝てません。はい、バーディ
どうしましょう。イーグル。はい、ロングなので。そうですね。ツアーしちゃおうかなと。ツアーのワンパットしちゃおうかなと。おお。ツアーワンパットで。はい、行っちゃおうかな。そうだね。それで。はい。はい。まっちゃんいいよ、スリオンでも。私は飛ばないね。うん、ショートゲーム。そうね。パター入ってるからね。そうだね。ということで。最終ホール、ちょっとタエちゃんが厳しい状態で厳しい9ホール目を迎えますけれども、はい、あと1ホール頑張ってください。はい、はい、振ります。いやあ怖い。いや私おのちゃんの方が怖い。タエちゃん怖い。よく言うよ。振ったね、今ね、うん、振ったはいいけど、ちょっとじゃあこっちも振るよ。おう、おう、どうする？振るよ、振るよ、負けないよ、振ったら。おー、おー、振ったね。左振ったね。左と左振る。さあ、飛ぶね。飛ぶね。飛んだよね。うん、ナイス。飛ぶじゃないですか。これ、いつも曲がるんですよ、飛ぶ。振ると。そうなんだ。振ると、ほんと曲がるんですよ。そうなんですね。飛んで曲がらないってすごいね、大ちゃん。いや、曲がったじゃない。今はね。今はね。今はね。でも、いつも飛ぶじゃん。今は8割ぐらいで振ってる。ね、飛ぶよね。今、11で振った。11! 振り切っちゃった。11で行きますか。でもここなんか刻みっぽくない？なんか池があるから。確かに。そうだね、あそこだと刻みだね。刻みかな、うん、ちょっとあのポールの方が切ればツアーだったかもしれない。あでも480だよ。あそこに250のポールあるよ。本当だ。厳しいですね、ツアー。厳しい。厳しそうです。じゃあチップインだね。だね。よき。でもあれでも100はないけど、うん、意外と打てたんだな。そうだね、うん、ね、思ったより125ヤード9番です。飛ばさない。ここはお飛びすぎ。あ、どうだろう。奥に乗った感じ。確かに確かに確かに。よいしょ、寝ます。あ、でもあ、そうやばい。タイちゃん、お前刺される。あ、
でも奥って言ってもさ、ピン奥だから近いんじゃない？近そう。うん。スー。スー。でもターちゃんも近いよ。遠くはないけど近くない。まあそうだ。際どい。スタバで抹茶ティーラテを飲んだか飲んでないかについて話してます。帰りにでも寄るのかしら。え、スタバ行こうよ、もう。約束してますね。まあね、どっちが今日5万円するわけですか。お祝いでスタバ。いいですね。バーディーね。めっちゃ切れそう。確かに。そんな泣かないでしょ。今そこしか構えられなかった。なるほどね、こんぐらいかなと思った。入りそうだった今。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。リンゴルフアレンジマッチプレー対決、新宮ほのみ選手、はい、斉藤大選手、はい、結果を発表したいと思います。まずですね、斉藤大選手獲得ポイント1ポイント、新宮ほのみ選手獲得ポイント6ポイント、勝者新宮ほのみ選手です。ですね、勝利した選手には合同会社お化けのゴルゴ様より賞金5万円が与えられます。ということですね、今回こんなものを用意させていただきました。じゃーん、でかい。すごーい。すごい。試合みたい。試合みたいでしょ。おめでとうございます。ありがとうございます。お化けのゴルゴ様、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。それでは、インタビューに移りたいと思います。ガチだ。ガチだよ。まずは、本日戦っていただいた斉藤選手。はい。試合を終えて、どうでしたか。そうですね。出だしから木に当てたり、短いパット外したり、結構グダグダなゴルフをしてしまったので、ちょっとほのちゃんには相手にならなかったのかなと思いますが、また次の機会にぜひ呼んでください。はい。ありがとうございます。次に、本日見事に勝利を収めた新宮ほのみ選手、はい、おめでとうございます。なんか2人でなんか対決、お金かけてなんか対決したことがないから、なんかどんな感じになるのかなと思ったんですけど、やっぱなんか勝つことはすごい嬉しいなって思いました。また勝負したいなと思います。ありがとうございます。両選手とも最後まで真剣に勝負ありがとうございます。ありがとうございました。リンゴルフアレンジマッチプレー対決をご視聴いただきました、皆様ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今年度開催の賞金スポンサー様はまだ募集しておりますので、ぜひ概要欄から応募お願いいたします。もうちょっとそっち持ってます。あ、私もせーの。皆さんご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。